はい、こんにちは、イレキュンです。ということでして、リバースやっていきましょう。今画面にね、いっぱいカードが映ってるんですが、皆さんこのカード何かわかりますかね。ウマ娘のカードではないね。ちょっと絵のタッチが違うんじゃない。実はこれバージョン1の後半の高難易度コンテンツで使用するカードですね。これはカードいっぱい集めるコンテンツなの。違いますよ。左下見てください。これね、カードの効果、これすべてのカードに全部ね違う効果が書かれております。これね、こんなもんじゃないからね。下見て、いっぱいあるの。もちろん他のカードにもね全部効果があります。こんなもんじゃないからね。まだまだあるからね。やばないこれ。ちょっと何これ。100枚以上っていうか、もう200枚ぐらいあるんじゃないの。前動画でね、このコンテンツにちょっと触れたんですが、親愛の代わりにこのカードをね、装備するみたいなことをね僕言ったんですが、間違いでした。親愛プラスこのカードをね、装備します。はい、ではね、まずこのイベント詳細を見ていきましょうか。はい、こちら期間限定シーズン挑戦 UTTU 先行集会昔日の金杯。はい、このイベントが先ほど見せた大量のカードをね使うイベントです。ちなみに先ほど見せたカードはバージョン 1.4 版のね、この期間限定のイベントのカードなんですよね。ですので僕たちがプレイする 1.1 のイベントのカードはもう少し減っている。カードの数が少ないと思いますので、そこら辺ねご注意ください。日程の方は11月23日木曜日午前5時から12月7日となっておりますので、もう少し10日ぐらい後になるかと思われます。はい、参加条件がメインストーリー、物語はどこにもあらずをクリアすると参加できると。そしてイベント説明が書かれております。はい、最後に、読者チャレンジに受けて立つ、まあ、僕たちがもうチャレンジするね、難易度の高いコンテンツイベントとなっております。はい、そして報酬はアップルのコスチューム、これ無料でもらえるんじゃないの。無料、お金いりませんよ。他にも高級育成素材とかいっぱいあります。皆さんこれね全部取得してください。はい、画面はねこれ、中国版で、中国版は今 1.4 です。 1.4 版の先ほどのイベントシーズン挑戦をちょっと映しながら軽く説明していきます。このイベントはバージョンごとに来るのかな、まあ、ちょっと期間は分かりませんが、3回か4回ぐらいもう中国版で来てると思います。皆さんアークナイツやったことあります。まあ、アークナイツの危機契約みたいな感じでちょこちょこ来ます。それではまずこちら、はい、こちらは先ほど見せた大量のカードを取得する場所です。でここは回数ですね、あと10回できますよということです。そしてちょっと詳細を見ると、訳すとね、毎日5回ねプレイ回数が自動回復するということです。はい、それでは1回やってみますね。1減りましたね、急に。はい、これ右上と左上、はい、どっちのカードを取得するかということですね。左は総合能力みたいなこと書いてありますね。総合能力が上がるカードなんですかね。はい、これを選んでね先頭の方に入ります。はい、編成画面なんですが、こういう感じでね、親愛の下に先ほどのカードを2個装備します。カード効果いっぱいあって2つ装備しろってわけわかんない。わかんないよ。さらには中国語だからね、全然わかりません。はい、ここカードちょっと少ないのは、これは自分の持ってるカードですね。ここから2つ装備します。カード何が強いかはね、入れ君ちょっと勉強不足なので、またね、調べて動画にしておきます。ちょっと一回戦ってみましょうか。あ、ジェシカ入ってるね。いい、この戦闘はですね、このイベントのメインの戦闘ではないので、結構ね簡単です。普通に勝てます。はい、倒しました。でカードが何枚か、2枚ですね。
はい、これをゲットしましたということです。3枚か、合計。はい、そしてメインの戦闘の方はここ12と書いてあるところですね。はい、今12をやっているということです。で、ここは20までプラス10で合計30あるみたいです。で、これ12の時点でね、さっきちょっとやったらね、勝てなかった。推奨戦力が洞察2のレベル45を超えてるのに、入江くんね、ちょっとカードの効果よく分かってないので勝てませんでした。これカードの効果が全てですからね。逆に言えばカードの効果さえ分かれば、おすすめカードさえ分かれば、低レベルでもクリアできます。で、 1.1 の日本版で来るこのコンテンツね、多分最後の戦闘が30だと思うんですが、推奨戦力は、洞察3を超えてました。皆さん洞察3超えてます？超えてない、間違いない。けどさっき入江くんなんて言いました？カードをうまく組み合わせれば、強いカードを使えばね、低レベルでも全然クリアできます。洞察2で十分、もう気持ち洞察1でもいける可能性もなきにしもあらず。ですので、カードの効果分からずにね、入江くんみたいに適当につけてると、もう全然勝てないからね。これ見て、もう負け戦です。てか、お前ジェシカ強いって言ったのに、お前のジェシカなんか弱くないかって。これ育成してないだけだからね。ちゃんと育成してたらね、もっと強いから。はい、あと編成画面なんですが、ここにもね、カードがはめれます。先ほどの1人2枚装備できるカードというのは本人に効果があるカードで、こっちはパーティー全体に効果があるカードを装備できます。これもね、かなり大事で、戦闘によってね、付け替えたりもします。あと、これバージョン 1.4 ですけども、バージョン 1.1 のこのイベントも4人同時で戦います。4人になりますと、3人の時の戦闘より少し複雑になりますからね。4人の戦闘に慣れておきましょう。はい、このイベント23日から来るんですが、皆さんこれ聞いた感じどう？面白そう？入江くん忖度なしで言うよ。正直入江くんは面白いと思います。カードの組み合わせとかね、ありますんで、非常に面白いイベントだと思います。でもこのイベント難しくてね、クリアできないよっていう方結構いると思いますんで、またね、強いおすすめカードとかね、おすすめパーティー編成とかの動画出しますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。